お父さんの介護費用、ちょっとはお母さんも払ってください。互いに相性が悪く、いつの間にか疎遠になっていた長男の嫁。そんな嫁から突然電話がかかってきたかと思えば、その声は明らかに不満げで怒りに満ちていた。戸惑う私を彼女はまくし立てるように早口で責め立てる。これには混乱しつつ、私も思わずカチンと来て応戦しかけた。だが実は私、いや、私たちは互いに怒りの矛先を間違えていた。私たちにとっての本当の敵は他にいたのだ。私はゆり子、72歳。数十年前まで二児の母として子育てに翻弄されていた。だが、それも今は遠い過去。あんなに手がかかった長男も長女も、今ではそれぞれ自分の家庭を持ち暮らしている。私もここ数年は変わり映えのない毎日をひっそりと過ごしていた。この時はあんな大事件が舞い込んでくるなんて思いもしなかった。それは一本の電話がきっかけだった。ある日、昼食の準備をしようと台所に立つと、突然私のスマホが鳴り響いた。あら、誰かしら。急いで見てみると、電話の相手は長男の嫁、あさみさんだった。なんと珍しいことだろう。私はスマホを手に取って数秒固まった。正直、長男の健一が結婚して以来、私とあさみさんの仲は良好とは言えなかったからだ。そのあさみさんから突然の電話。だんだんと疎遠になり、ここ数年、いや、十数年は会うことはおろか、連絡すら取っていなかったのに。もしもし?恐る恐る、変な緊張から声を震わせて出ると、スマホ越しに不機嫌そうな声が返ってきた。お母さん、ご無沙汰しております。あさみです。懐かしいと思う余裕も生まれないほど、あさみさんの声は低く、妙な圧力を感じさせられた。ええ、お久しぶりね。元気?何かご用かしら?というか、用がなければかけてこないだろう。そう思いつつ聞くと、小さなため息の後に、あさみさんはゆっくりと、そしてはっきりと、こちらに言い聞かせるように言った。はい、お父さんのことでお電話しました。え?あの人の?なんで?あさみさんは戸惑う私の言葉を遮り、ひときわ声を張り上げる。お母さんにも事情があるのはわかります。でも、このままじゃ私たちが崩壊します。え?崩壊?どういうこと?戸惑う私に、あさみさんはさらに興奮した様子で続けた。お父さんの介護費用、ちょっとはお母さんも払ってください。え?介護費用?彼女の話し方には、こちらへの何とも言えない怒りが込められていた。まくし立てるような早口が、それを助長する。大変なのはわかります。私たちも仕事を理由に介護ができないのは申し訳ないです。でも、あれだけ渡してるのに。毎月の仕送りをさらに増やしてくれだなんて、ちょっと横暴じゃないですか?介護に仕送り。身に覚えのない言葉が次から次へと出てくる。混乱した私は慌てて聞き返した。待って、介護?お父さんって?は?健一さんの父。あなたの夫のことですよ。バカにしたかのような言い方だ。電話を受けてからずっと耐えてきたが、あまりにも露骨な態度に、とうとう私もカチンと来た。え?私に夫はいませんが?え?
思わず強めの物言いになってしまった。私の反応、もしくは返答が予想外だったのか、しばしの沈黙が流れる。私は一呼吸して口を開いた。ちょっと混乱してて、意地悪な言い方をしてごめんなさいね。でも、夫がいないのは本当よ。私はあの人と10年前に離婚してるの。だから今は独身。健一から聞いてなかった？スマホの向こうでは、息を呑む声が聞こえる。本当に何も知らなかったのだろう。何かがおかしい。電話では長くなりそうだったので、詳しい話を聞くために、私と浅見さんは十数年ぶりに会うことになった。翌日、浅見さんとファミレスで待ち合わせをした。久しぶりに見る浅見さん。お互いに年を取っているのは当たり前だが、彼女はどこかやつれている気がした。こんなにおしゃれに無頓着だっただろうか。挨拶はそこそこに。浅見さんから話を聞くと、内容はこうだ。結婚して以来、浅見さんは健一の指示でずっと一定の額を元夫へ仕送りしていた。そしてちょうど10年前、健一から仕送りを増やすように提案されたらしい。理由は元夫に介護が必要となったからだという。それまでも浅見さんは結構な金額を送っていたため、これ以上は厳しいと抗議した。だが、そんな彼女に健一は言った。俺たちはもうすぐ40歳だろ。それなのに全然子供ができない。多分うちの親に跡取りを見せるのはもう無理だ。俺は長男なのにな。だからその償いとして、せめてお金で親孝行したいんだ。健一たちは、もともと結婚も遅かったためか、なかなか子宝に恵まれなかった。同じ女として、その焦りはわかる。だから、私からあえて話題にしたことはなかったが、やはり浅見さんはそのことを相当後ろめたく思っていたらしい。そのため、健一に言われるまま増額したそうだ。あの時は、健一さんの言う通りだと思って承諾したんです。でも、そしたらつい先日、足りないからさらに増やすように言われて。浅見さんは、うつむいて震えていた。もう自分たちも50代手前、老後のことを思うと、これ以上は無理だと、健一に抗議したそうだ。すると、健一から帰ってきた言葉を聞いて、私はそっとしそうになった。あろうことかあの愚か者は、自分の嫁に向かって、嫁として役に立たなかったんだから、せめて金くらい出せよと言い放ったらしい。なんてことを、情けない。私、何も言えなくて。でも、本当に家計も苦しくて、それでついお母さんに、八つ当たりのようなことを、すみませんでした。謝るのはこっちの方よ。どうお詫びしていいかわからないわ。私は、頭を下げる浅見さんに負けじと頭を下げた。息子には後日謝罪させるとして、他にも腑に落ちないことがたくさんある。まず、私は結婚後も結婚前も、健一から現金を受け取ったことは一度もないのだ。仕送りなんて聞いたこともない。次に、元夫に介護が必要だというのも初耳だ。10年前といえば、ちょうど離婚した頃だが、あの人はピンピンしていた。離婚後に何かあったとしたら、長女から少なからず私に連絡が入るはず。しかも、浅見さんによると、健一は毎週末、介護のためにと、元夫宅へ手伝いに行っているらしい。私も休みの日に行こうとしたんですが、健一さんに断られたんです。その、お前は母さんに嫌われてるんだから来なくていいって。
そんな。そもそも健一は、なぜ私たちの離婚を内緒にしているのだろう。その後も話してみると、私たちはいろいろとすれ違っていることが判明した。私は、あさみさんに嫌われていると思っていたし、あさみさんも私に嫌われていると思っていた。ところが、その原因はすべて健一だったのだ。思えば、健一が私に、あさみが母さんの料理は美味しくないってとか、うちに来るのは本当に嫌なんだって、などと言っていた。だから、なんとなく私はあさみさんのことが苦手だった。聞けば、あさみさんも同じだったようだ。私が、もっと若い子が良かったとか、気が利かないし可愛げがないなどと言ったと、健一から聞いたらしい。うちに来なくなったのも、母さんが嫌がるからと、健一から言われたという。だが思い返してみると、お互いそんな発言をした覚えはなかった。実際、向き合って話をしている今、あさみさんから私に対する嫌悪感は感じない。となると、すべては健一が原因だったのだ。わざわざ嫁と姑を不仲にさせるなんて、あの子は何を考えているのか。私はまず、健一に電話をした。確信には触れず、状況を聞いてみる。健一は面倒くさそうにはしていたものの、普通に応じていた。ところが、私がふと、そういえば、あさみさんは元気？あなたたち夫婦と久しぶりに会いたいわね。と言った途端、態度が一変した。急にしどろもどろになり、忙しいからと電話を切ろうとしだしたのだ。それでも私が食いついていると、しびれを切らして叫んだ。しつこいな。そんなだから父さんに離婚されるんだろ。あさみにも嫌われてんだから、いい加減察しろよ。そのまま強引に切られてしまった。明らかに焦っていた。そりゃそうだ。私とあさみさんが会ったら困るだろう。あさみさんには私たちが離婚したことすら内緒にしているのだから。ドキドキしながら電話を切ったに違いない。あさみさんの言うことが真実味を帯びてきた。残念なことに、あれが本当なら私は今後、健一の味方をできそうにない。ひとまず健一の方は置いといて、今度は長女の咲に連絡をした。元夫の現状を知るためだ。予想はしていたが、案の定、元夫はピンピンしていた。こうなると、誰かが嘘をついていることになる。健一は当然として、問題は元夫だ。元夫もグルなのか、それとも。あさみさんと話し合った結果、長女に健一がやらかしたからと簡単に事情を説明し、協力してもらうことにした。ちょうど健一の誕生日が近かったので、それを理由にした。久しぶりに家族で誕生日を祝おうというものだ。元夫、健一、私、先で集まろうと、先から元夫たちに声をかけてもらった。我ながら少し無理があると思ったが、健一は、この歳で？と、まんざらでもなかったそうだ。それどころか、誕生日プレゼント忘れんなよ、と、ノリノリだったらしい。我が息子ながらちょろい。さっき曰く、元夫の方は、私に会えるのを楽しみにしているとか。二人とも断罪されるとも知らずに、のお天気なものだ。あさみさんと念入りに打ち合わせし、私たちはその日を迎えた。場所は、さきの家を借りることにした。万が一のために、さきの夫には別室で待機してもらう。万全の状態で待ち構えていると、元夫と健一が一緒に到着した。10年ぶりの元夫は、
私を見ると、パーッと顔を輝かせて駆け寄ってきた。久しぶりだな。ああ、懐かしい。ええ、お久しぶりです。変わらず元気そうですね。介護なんて全く必要なさそうだ。皮肉も込めて言うが、元夫は気遣われたと勘違いしたようで、嬉しそうに頭をかいた。ええ、70歳には見えないとよく言われるよ。君も年の割に綺麗じゃないか。いやあ、惚れ直しそうだよ。よして、気持ちが悪い。そう口から溢れそうになったのを、なんとか笑顔で飲み込んだ。みんなでテーブルの席に着き、サキがお茶を入れてくれたところで、私はぐっと気合を入れた。さて、始めますか。ちらりと健一を見ると、出されたお茶とお菓子をむさぼっていた。ふと目があったので話しかける。健一ももう47歳なんて早いわね。年を取るはずだわ。ああ、母さんもすっかりばあさんだもんな。健一が鼻で笑うと、元夫がたしなめた。何を言ってんだ。母さんは同年代よりもずっと若い。そうね。中には介護を必要としてらっしゃる方も多いしね。この言葉に、健一と元夫、どちらも目を泳がせた。数秒後、ごまかすように、元夫がぎこちなく咳払いをする。まあ、君が元気そうでよかった。ずっと連絡したかったんだが、ほら、君に止められてたから。ええ。おかげさまで私は元気ですよ。にこりと微笑めば、元夫はほっとしたようで調子よく話し出す。ああ、会えて嬉しいよ。実はな、今日をきっかけにまた共に余生を過ごせないかと思って。そう言うと、元夫は心なしかキリッとした表情で私を見つめた。そして、決め台詞と言わんばかりに、しっかりと溜めて言い放った。長くはない残りの人生、一緒に生きようじゃないか。寝言は寝ていってほしい。キラキラした目でこちらを見る元夫に、私はひときわにっこりと笑うと、はっきりと告げた。あら、離婚前はまるで家政婦だったのに。今度は介護要員ですか？都合が良すぎません？と固まる元夫。だって、あなた今、要介護なんでしょ？と続けると、口をパクパクさせた。さっきまでの決め顔と、溢れ出る自信はどこへ行ったのか。そのまま、恋のような顔で隣にいる健一に助けを求める。健一は眉毛をピクピクさせながら私を見た。何言ってんだよ。父さんも母さんもまだまだ元気じゃないか。あら、そう。ああ、そういえば健一。あなた最近、週末にこの人のところに通ってるんですって？親孝行ね。健一は、ああ、と口をひくひくさせる。そうそう、そんなあなたにプレゼントがあるのよ。お誕生日祝いも兼ねて。私はカバンを手元に寄せると、中から一枚のファイルを取り出して、彼らに差し出した。健一はそれを手に取り、目を見開いた。これは。健一が手にしているファイルには、健一と、見知らぬ女性の仲睦まじい写真が何枚も入っていた。これらはすべて更新所が確保してくれたものだ。介護の必要もないのに週末の度に家を空けるなんておかしい。そう思って浅見さんと更新所に依頼することにしたのだ。結果は真っ黒。健一は毎週
浮気相手と会っていた。警戒もしてなかったのか、あっさりと大量の証拠を得ることができた。更新所の人も、こんなに簡単な調査は珍しいと呆れたほどだ。どう？よく取れてるでしょう。健一はファイルを持ったまま、プルプルと震えていた。さすがに恥ずかしいのか、その顔は真っ赤だ。こんな、プライベートなものを。プライベート？大きな顔をして、堂々と腕組んで歩いてたって報告されたけど。タコのように真っ赤な顔で、ファイルを凝視する健一。で、この方はどなた？と聞くと、健一は一瞬言いよどんだが、ファイルをテーブルに叩きつけ、きっとこちらを睨んだ。わかってるくせに。ああ、そうだよ。その女は浮気相手だよ。元はといえば、アサミが劣化して魅力がないのが悪いんだろ。アサミで満足してりゃ、浮気なんてしねえよ。あまりにも身勝手な言い分に、目の前のお茶をぶっかけそうになった。あんなに可愛かった息子が、こんなろくでもない男になってしまったなんて、親子揃って情けない。そもそも、私が元夫と離婚したのも、元夫の浮気が原因だった。元夫は、昔から浮気癖があった。だが、口がうまく調子がいいことを言うもので、つい私も許してしまっていた。そんな中、ようやく離婚に至ったのが10年前だった。この時も浮気が発覚し、相手は共通の知人だった。さらに元夫はこの浮気相手に、嫁は家政婦のようなものだから、そこに愛はないよと言っていたことが判明。この人と余生は過ごしたくないと思い、さすがに離婚に踏み切った。双方からの慰謝料があったので、生活費に困らないというのも幸いだった。私たちが離婚した時は、健一も言っていたのにね。浮気なんてありえないって。は、バレるのがありえないってことだよ。俺はうまくやる自信があったからな。結局バレてるくせに、どの口が言うのか。これだけ証拠を突きつけても反省の色がないなんて。私は呆れながらわざと大げさに言った。この人の時も大層な慰謝料をいただいて助かったのよね。あなたの浅見さんへの慰謝料はどのくらいになるかしらね。途端にわかりやすく健一の顔から血の気が引いた。待ってくれ。母さん、頼む。あいつには言わないでくれ。な。よろよろと立ち上がると、私の前に膝をつく。母さんだって、アサミのことを嫌いだろ。もう離婚するからさ、黙っててくれよ。な、な。情けなく土下座する姿は、元夫にそっくりだった。そうね、言わないわ、と答えると、健一は嬉しそうに顔を上げた。ほっと息をついた健一が、さすが母さん、話がわかる、と言いかけたところで、私は、襖越しに、隣の部屋に呼びかけた。だって、言う必要がないもの。ねえ、あさみさん。その瞬間、勢いよく襖が開き、中から般若のような顔をしたあさみさんが現れた。健一は、情けない悲鳴を上げながら腰を抜かしていた。あさみ、なんでここに？ちょっと待って、混乱して、頭がクラクラする。そういう間に、あさみさんはつかつかと早足で進み、健一の前に仁王立ちした。なんでですって？こっちのセリフよ。何が介護よ、親孝行よ。全部お母さんから聞いたんだからね。いや、その、と、瞬きを増やす健一に、
浅見さんは弁論の余地すら与えない。言い訳はいらないわ。あなたが今まで言っていたお母さんの嫌味も、すべて嘘だったんでしょ？一体何がしたかったの？嫁と姑の仲を引き裂いて、何が楽しかったの？あまりの剣幕に、健一は腰が抜けたようで、尻餅をついたまま、ブンブンと首を横に振っていた。違うんだよ。ちょっと小遣いが少なかったから、父さんと協力して仕送りってことにしてただけで。浅見さんが首をかしげると、健一はぼそっとつぶやいた。母さんと浅見が仲良しだったら、すぐバレちゃうだろ。だから。要するに、元夫と二人で口裏を合わせ、仕送りと称してお金を使い込んでいたらしい。10年前に金額を上げたのは、私への慰謝料の支払いのせいで、元夫が貧しくなったからとのこと。それでも、元夫の退職金も残っていたし、普通の生活くらいはできるはず。そう問い詰めると、二人はおずおずと白状した。どうやら、お互いお気に入りの女性に貢いでいたそうだ。真実を知った浅見さんは、大きくため息をつくと、お仏を見るかのような目で健一を見下ろした。お望み通り、離婚しましょう。あと、これまであなたが嘘をついて家計から出したお金、全部返してもらうから。もちろん、慰謝料も合わせてね。え？でも、そんな金は。あなたの大事な可愛い可愛い車を売って。仕方ないから、残りは分割でいいわ。払わなかったら職場に乗り込む。共通の友人にも言いふらす。俺の愛車を？と、こぼす健一の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。きっと浅見さんを睨み、抗議の声を上げる。ひどい、鬼だ。それにダチに言いふらすって、恥ずかしくないのか。自分は浮気された惨めな女だと自白するようなもんだぞ。健一。思わず割り入ろうとしたが、浅見さんに止められた。浅見さんはしゃがむと、健一の顔の高さに顔を合わせ、瞬きせずに言った。私は何も恥ずかしいことはしてない。嘘もついてないし、浮気もしてない。あえて言うなら、男を見る目がなかった。あなたと結婚してしまった。それだけが恥ずかしい。ゼロ距離で宣言された健一は、さすがに返す言葉もなかったようだ。へなへなと床に顔をつけ、しくしくと泣いていた。浅見さんは少しすっきりした顔で立ち上がると、後日、弁護士に相談して連絡しますと言った。健一は返事もせず、ただただ泣いていた。結局、私と浅見さんの帰宅後も、しばらくそのままだったようだ。あまりのへこみように、元夫が励ましてたようだが、父さんのせいだからなと逆ギレしてたとか。その後、浅見さんと健一は離婚した。約束通り、毎月慰謝料を支払っているらしい。なんと、健一は私にも泣きついてきたが、当然、門前払いした。恥知らずにも程がある。また、浮気相手にもお金をせびったようだが、当然拒否。お金がなくなったことで、あっさりと見捨てられたそうだ。しかも浮気相手は既婚者だったようで、さらに慰謝料を請求され、もうどうにもならない状態らしい。穏やかな昼下がり、カフェでコーヒーを口にしながら、浅見さんは言った。あの人、本当に追い込まれてるみたいで、毎日助けてくれって連絡が来るんです。この前も電話で泣いてたし。あ、ほらまた来た。そう言って見せてくれたスマホの着信履歴には、健一の名前がずらりと並んでいた。私が、申し訳ないわね。
育て方を間違えたわ。と返すと、にっこりと笑う。いいんです。育て方っていうより、遺伝でしょうから、お父さんの。私たちは顔を見合わせて、確かにと笑った。今、あさみさんとは定期的に会って、近況報告をしている。嫁と姑で会った頃では考えられないほど仲良しだ。もっと早くこうなれたらと思ったが、仕方ない。すべてはろくでなし親子のせいだ。無駄にした時間を嘆くよりも、これからを楽しく過ごしていかなければ。まだまだ人生これからよ。ね、あさみさん。コーヒーカップを掲げると、あさみさんが、ふふふっと笑って、同じくコーヒーカップを掲げた。ええ、もちろんです、ゆりこさん。そして、私たちはまた笑い合って、コーヒーカップで小さく乾杯した。